僕もそれこそね、はい、もうほんまにいつもこれ毎食これなんですけど、毎食さすがにこういうのやとちょっとやっぱり言ってもちょっとまあ味変えたいなっていう時はここでまた違う、僕今日無敵ボールってのもらったんですけど、こんなちょっと違う野菜であったりとか、この中でこんなにメニュー5種類6種類ある中で、うん、どれ食べてもいい、どれ食べても罪悪感がないっていうのが、ね、やっぱここの魅力かなと思う。だから他の普通の定食屋さんとか行ったらすごい自分に合ったやつだけを選ぶから、そうなんですよ、なんか全然食べてない時もそばだけの時とかあるんですけど、そうです、ここ来たらやっぱり何でも食べれる、何でもいいもんな、そう選べるもん、全部がいいもんなので、うん、何のストレスもなく食べれますね。ここ最近筋トレが非常なブームになっているようです。ちょっと何かをするだけでみるみる痩せるといったような少し怪しいものよりも、きちんと筋肉に負荷をかけて筋トレをすることで体を変えていこうということを皆さんがするようになったことは非常にいい流れだと思います。筋トレを実践する際に使用する重量にこだわってしまうというのは少し気をつけた方がいいと思います。例えばベンチプレスを100キロ上げようということで手幅を広げたり、お尻を上げたり、バウンドさせたりといったことで無理やり上げる人をよく見かけますが、それで100キロ上げるなら丁寧に60キロで行った方がずっといいと思います。重さにこだわるよりも筋肉を発達させることを重視してください。ほとんど入ってない。それは見てて分かる。